はい、こんにちは。日本改革党津沢です。ジュン様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。川口のクルド人2000人のうち、難民申請中で送還逃れ仮放免不法滞在者が700人、合法滞在者が1300人と入管が発表しておりました。入管が掴んでるのは2000人らしいんですけど、3000人って、いう説もありまして、川口市に聞いたところ、あいつら住民登録してないから正確な数字が分かりませんっていう回答。住民登録してないから、あの 市が把握してない、だから納税税金、取ることもできないっていう状態で、これ怪しいな、700人っていうのはな、と思っております。世論です。国がやって動いたか。たった2000人でこのカオス、住民からしたら恐怖でしかない。不法滞在700人って多すぎだろ。仮放免っていうのがまず意味がわからん。強制送還を拒否できるっていうのがそもそもおかしい。ここまで来るとマジで怖くなってきた。川口は異常事態じゃねえの。申請したら仮釈放とか運用的にありえんでしょ。川口や周辺に住んでる日本人は怖いはず。犯罪者にザル対応すぎ。移民進めるならなおさら不法移民に対しては強く取り締まれよ。するべきなのは仮放免じゃなくて強制送還だろうと。難民申請で送還逃れの総数は現在1629人だそうであります。全部の外国人でね、クルド人が700人で半分近いって何なんだって話なんですよ。なんでこんなに多いんだって。だからクルド人が難民申請で居座れる制度を悪用してるとしか思えない。というか悪用してんだね。片山さつき参議院議員が、川口クルドはほぼ全員不法滞在者って言ってたので、想定以上に合法滞在者が多くて驚きました。これなんでしょうね。技能実習とか特定技能、まあ介護の仕事の建設の仕事とかやったら合法で、いられもんね。特定技能資格、在留資格、自民党のせいなんですけど、これじゃあ改正入管法はですね、6月10日から運用が開始されてですね、難民申請で送還逃れしてた連中がバン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 送還されても大して減ないですね。合法滞在者が1300人もいるんでは、これわかんないですよ。2000人、合計で2000人ですけど、川口にそれ以外の住民登録してない入管も掴んでないクルド人、もっといるかもしれない。国内に100万人いる中国人以上に目立ってないクルド人、態度悪くて。クルド人問題で新藤義孝さんなど自民党議員が川口市を視察。東京新聞、偏見や差別を助長する恐れがある。世論、タイトルでどうせ東京新聞だと思ったら東京新聞だった。また東京新聞の無責任で独善的なアジテーション記事か。現状を見ることがなぜ偏見助長になるの。現地視察も議員の仕事の一つだ。東京新聞は住民の要請を無視しろっていうのか。陳情を出されて見に来てくださいみたいなことを、言われたら議員はやるわね。観光ビザで来て居座ってる時点で日本人に迷惑かけてんだろう。視察しなければ自民党は住民に関心がないっていうね。視察すれば差別を助長する。なんでだ。立憲とか共産が視察したら素晴らしい。自民は反省しろって書くよね、東京新聞は。新藤さんは LGBT 法を強引に通した利権議員で当てにならない。けれども、国会議員が動くぐらいの問題になっていると。たった2000人のクルド人が、視察しましたで終わりじゃなくて、結果も報告しろよ。奥の木信夫、川口市長が法務省官僚と非公開で話し合い、川口市の人道的支援事業予算を国が援助して、
と求めました。金ちょうだいって言った。あ、クルド人に、支援事業やってくから金ちょうだい。川口市では強制送還が前提なのに長年暮らし続け、子供が通学してたり医療費踏み倒したりゴミ出しで住民とトラブルになってるんですけどね。あとあの平日のあの公園でたむろしてておっかない被害とかね、世論です。税金使ってクルド人を助けろと。川口市民の税金だけでやってくれ。嫌なら強制送還しろ。不法滞在犯罪者に人道支援ってなんだよ。犯罪したら強制送還でいいのでは。クルド人のために金を無心化。埼玉知事も川口市長もどうしようもねえな。誰のために政治やってんだ。全くだ。有権者に投票してもらって市長になってんだから、有権者のために働かなくちゃダメだねえの。逆言うと有権者以外はどうでもいいって言い切るぐらいの、覚悟ないとダメなんじゃないの。たらい回しの革新犯同士がどうにかしてうやむやにしようとしているみたいな、これ法務省と川口市長か。このやり方が本当に支持を得てるならふるさと納税がたくさん届いているはずだが、売国市長のポケットマネーでやれよ。川口市長本当に情弱で何も分かってなくて絶望しかないですね。送還が前提の不法滞在者に対する人道支援事業ってなんだって話。真っ当な日本人の有権者救済の方が優先だろ。政治家なんだからさ。川口市民のあの税金使ってそんなことやっておいてね、国にもたがるって今日からこの人バカノキ市長って呼んだ方がいいんだね。72歳、バカノキ市長、人の金使っていい人ぶりたい病も大概にしろって感じですね。立ちが悪い種族に目つけられて群がられた川口市の善良な日本人が気の毒でなりませんよ。バカ市長のせいで目つけられちゃったんだよね。外国人も暮らしやすい街づくりになって根元ほざいてからこうなっちゃうんだわ。次はまともな市長候補が立候補するといいですね。自民と公明の推薦で市長になったみたいなんですけれども、川口の自民党、公明党、もっとまともなやつ連れてこいよって言うんで、バカなんだから、本当に。自分の子供殴られねえと、目覚めねえのかって。次の選挙は2026年2月、2年は切ってるが、まだまだ先が長いですね。1年と10ヶ月ぐらいですけどね。移民推し、同性婚推し、別姓推しの、乙武候補を推薦すると発表した国民民主党に早速怒涛の批判の雨あられ。玉木代表、保守派を名乗る人たちから批判が来ますが違和感。そもそも保守とは多様性と寛容を大切にする精神。違う多様性と寛容とかほざぐのは左翼、特定の思想や凝り固まった考えを押し付けるのは保守ではない。ちょっと何言ってるかわかんないですね。特定の思想や凝り固まった考えって、それは信念って言うんだよ。信念って、押し付けるって文句言ってもいいだろうが、政治家なんだからお前は。世論です。不倫を多様性でごまかすの。言い返せなくなったら多様性、文化伝統を揺るがせる多様性は許容しないのが保守。あっちフラフラこっちフラフラ、多様性は大切なものを守った上での話。保守仕草で支持の拡大目論でもところどころでリベラルの顔を出すコウモリだから結局信頼得られないんだよね。乙武推薦を批判するのは保守ではないって言いたいみたいなんですけど、多様性だの寛容だのは左翼の綺麗事でしょ。東大出てるはずの玉木だけどへりくつ全然理解できないですね。移民反対の凱旋中に白人女がですね、火ついたタバコぶつけられて以来、私は割と日本人以外はどうなってもいい、どうでもいいって考えてんで、移民絶対反対です。移民推し別姓推しの音だけなんか論外でしょう。候補としちゃ、江東区の皆様よく考えて、日本にとって、日本人の子孫にとって若者にとって一番いい候補に投票してくださいね。局座番組サンモニ善場貴子アナウンサー49歳、抑止力を高めれば攻撃の標的になるリスクも高まりますよね。周囲一同うなずくっていうバカ発言、世論です。バカなんだろうか、頭の中身が真っ赤っか、国籍不明な TBS らしい、頑丈な鍵をつけると強盗に入られるリスクが高まると言ってるが、この発言にうなずく周囲がキモかった、この連中閉じまりしないんだろうか、関口が降板しても極左路線は続くと、抑止力高めのアメリカやロシアは攻撃の危険性が高まってるんだろうか。高まってないですよね。
ヤクザの事務所と知りつつ殴り込みかけんのは高倉健さんしかやらないよね、このバカ女が。何十年同じこと言ってんだって。自衛隊なくせば戦争にならないとかさ、なね、警察なくせば犯罪が減るとか、消防署なくせば火事が減るとか、何そのバカ理論を何十年言ってんだ、このバカ左翼。そんなんだから若者騙せなくて詐欺細りなんでしょうが、お先真っ暗、お前らの未来はお先真っ暗。散歩に見てる人もだんだん減ってきてんでしょ。能登地震で崩壊したメガソーラー業者が後始末せずに逃亡、撤去や廃棄どうすんだろうね。日本端子儲けさせたくて太陽光発電ご利用しした河野太郎と一族が責任取って、撤去と廃棄してやったら、太陽光パネルはですね、重金属含んでて廃棄に金かかるんですよ。あと10年もしたらですね、2011年大震災後に、盛大に太陽光発電パネルあれしたんで、だ2、30年で寿命だっちゅうから、まあ2030年頃一斉に寿命を迎えてね、発電業者の逃亡祭り開始ですよ。2030年頃、あと6年後か、どうすんだろうね、これね。河野太郎は責任取れんのか、あとは野虎ね、山となれで逃げんのか、逃げはがんのか河野太郎は、っていう話でね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。